彼らは皆アルセーヌ・ルパンであったかもしれない。この中にアルセーヌ・ルパンを見た者はいるか？はい、彼は背の高い男でした。赤毛の大男だったよ。すらりとした聡明な紳士でしたわ。女性の姿をしていた。本当に美しかった。でも今でもあれが本当にルパンだったか確信がないわ。そう言われたら俺だってもう一度お会いしたいわ。だって素敵な紳士だったから。いやー、いい女だった。そりゃさすがに別人なんじゃねえか。私が会った人も違ったかも。俺たちは本当にルパンを見たのか？別人だったのかもしれないな。そうよね、きっとルパンじゃないわ。あら、ルパン、いや、あれは確かにルパンだった。誰だったんだ？かっこいい男だった。いやー、でも女性も素敵だった。それでルパンとは、ルパンとは誰だ？さあ、僕にもよくわからないんだ。お前がアルセーヌ・ルパン？つまり私たちにだって調べられるのではということです。あのルパンの宿敵ガニマールがするように。あら、まあ大きく出たこと。そんなに難しい問題ではない気がしますがね。難しいと思いますわ。だって手がかりならあるじゃありませんか。第一に、ルパンは R を名乗っている。そんな曖昧な情報では到底無理よ。第二に、一人旅だということ。そんな人たくさんいるわ。それから金髪だ。やれやれ。でもどうやって調べますの？乗客全員にお名前を聞くわけにも。そこで船長に無理言ってこちらを借りてきました。乗客名簿？これと照らし合わせて消去法を使えばいいんです。まあ、早くそれをおっしゃって。名前の頭文字が条件に合う人物は13人しかいませんね。たった13人？ええ、一等船室ではね。13人のR氏のうち9人は婦人か子供か使用人を連れている。一人旅なのは残りの4人。ラベルダン公爵と。彼は大使の秘書官よ。私もよく知っている紳士ですわ。なるほど。他には？じらさないで早く教えてちょうだい。ロースン大佐、それからリボルタ氏。ロースン大佐、それならディナーの時ご親戚と話したわ。メイコさんだったかしら。リボルタ氏は確か、ああ、あの黒ひげのイタリア人だ。どう見ても金髪ではないわね。そうなるとルパンは残る一人ということになります。一人？そうですよね、ロゼーヌさん。本当だわ。どうして気づかなかったのかしら。どうなさったの？なんとかおっしゃいなさいな。どうして黙っているのかと言いますとね、私の名前、一人であること、そして髪の色からして自分でも推理を進めた結果、同一の結論に達したからですよ。だから逮捕されて叱るべきだと思っているんです。何ですって？でも腕に傷なんてありませんわよね。確かにルパンなら腕に傷があるはずだ。ロゼーヌさん、今ここで無実を証明してみせてはくれませんか？おっしゃる通り、傷はありません。さあご覧ください。ほら。ええ、確かに。これでよろしいかな。では失礼。いいえ、フロリアに騎士、とても面白かったですわ。私どもの首飾りがそんな輝かしい運命のきっかけになったなんて。ただアンリエットの息子には理解できなかったでしょうけど、たとえ宝石をすべて失って台座だけになってしまったとしても、王妃の首飾りであることに変わりはないわ。本当に捨てられると思うのですか、ルパンの名を。え、その左手のルビー、これは昨夜の指輪。昨日あなたは全て返すと約束しましたね。ああ、しかし。やっぱりあなたはアルセーヌ・ルパンなんですね。
どうしてそんなに悲しそうに笑うんです そうだね、その通りだ。僕はアルセーヌ・ルパンなんだ。あなたとルパンの間にはどんな物語もあってはならない。僕がそばにいるだけであなたへの侮辱だと早く気づくべきでした。ネリー、白いバラの花言葉をご存知ですか？純潔、深い尊敬。それからもう一つ、この片思いを諦めます。お前このままではもっと深い闇に落ちるぞ。大丈夫ですよ、ガニマールさん。え？だって僕にはあなたがいる。なんだって？いつだってあなたが僕を見守っていてくれるじゃありませんか。あなたはまっすぐなお方だ。正直で心優しき正義の味方。僕にもそんな生き方ができたらと思うことはありませんけど。ルパン！でも僕はあなたがいるからこうしていられる。僕のことを誰より分かってくれる親友ガニマールさんがね。とどまってはくれないのか。ごめんなさい。確かに僕は気づいてしまったんですよ。この不条理な世の中を嘲笑い、何にも縛られることなく軽やかに生きる能力が自分にあるってこと。いいですか、ガニマールさん。僕は誰にも譲るつもりはありません。僕に与えられたこの運命、アルセーヌ・ルパンの運命をね。いいだろう、アルセーヌ・ルパン。お前がそう言うなら私も覚悟しよう。この私がお前を止めてみせる。それが私の使命だ、アルセーヌ・ルパン。いかにも私がアルセーヌ・ルパンだ。